イドラ・ヘーゲルは、ユーゴスラビア・ザグレブ出身、クロアチアの女性フィギュアスケート選手。2002年ソルトレイクシティオリンピック、2006年トリノオリンピック女子シングルクロアチア代表、ユーゴスラビアのザグレブに生まれた。3歳でスケートを始め、5歳の時にスケートクラブに入会し、7歳からクロアチアのナショナルチームに所属した。この後1995年まで。 ヘーゲルが7歳から13歳までが、クロアチア紛争の時代となる。1996から1997年シーズンに、世界ジュニアフィギュアスケート選手権初出場、23位となる。翌1997から1998年シーズン、創設されたばかりの ISU ジュニアグランプリに、クロアチア代表選手として、唯一出場を果たした。 1998から1999年シーズンからは、シニアクラスの競技会となる世界、フィギュアスケート選手権と1999年、ヨーロッパフィギュアスケート選手権に出場した。2000から2001年シーズン、再び、ISU ジュニアグランプリの JGP バルト杯に出場したものの11位に終わったが、トリグラフトロフィーでは3位となった。 2001から2002年シーズンから本格的にシニアクラスに転校。2002年ソルトレイクシティオリンピックでは19位。2004から2005年シーズン、地元ザグレブで開催されたゴールデンスピンで国際大会初優勝を飾る。同シーズンには ISU グランプリシリーズにも初出場し、NHK 杯では10位となった。2006年2度目のオリンピックとなった。 鳥のオリンピックでは、ショートプログラム17位、フリースケーティング19位、総合でも前回と同じ19位に止まった。2007から2008年シーズンは怪我のため2008年、欧州選手権への出場を辞退した。ありがとうございます。